内モンゴル自治区における、シューマイシューマイは、豚のひき肉を、小麦粉の皮で包み蒸し調理した中華料理の転身中華人民共和国の広州や香港では、広東語で、シューマイと発音されている。日本語は、広東語の発音を外来語として取り入れている。標準中国語では、シャオマイと発音し、同音の、小爆の字を当てる場合がある。 現在の中国内モンゴル自治区が起源とされているが、中国国内では、北京、山西省、関東省、山東省、石膏省、チャンス省等、各地に広く普及している。香港では、ヒムシ、商売という呼び方も、一般的である。豚のひき肉と白菜などの野菜を主体とし、練り合わせて味付けした餡を中身にし、薄い小麦粉の皮で、 短い円柱状に包み、せいろや蒸し器などでふかして仕上げる。好みで酢、醤油、からしなど調味料をつけて食べる。なお、中身にエビ、カニ肉や牛肉を加えたり、包む皮の代わりにもち米をまぶすなどのバリエーションもある。同じ点心の一つとして扱われる餃子との違いは、皮が薄い四角形で、中に澱粉がやや多く配合されていること。 必ず最初は蒸して調理すること、塩味などの味付けが強めで調味料で味付けせずに、食べることもできるという点などが挙げられる。中国では、カニ味噌をつけたり、何もつけない例が多い。北京風の、小爆は、皮の大きさが大きめで、中の具よりもはみ出た感じの形のものが多く、中身ももち米を入れている場合が多い。上海には、 道式シューマイと呼ばれるものがあるが、切った細巻きのように見えるシューマイの具を使用した蒸し料理である。シューマイをおかずに入れた弁当商品材料には主に豚ひき肉と玉ねぎのみじん切りが使用されている。昭和30年代に学校給食用としてシューマイが提供されるようになった際にショートケーキに乗せるイチゴをイメージして、 彩りとして頭頂部にグリーンピースが乗せられるようになった。しかし、時代とともに販売されるシューマイの種類が増えていき、認知度が高まると、グリーンピースを乗せる必要性がなくなり、グリーンピースを乗せたシューマイは減っていった。2018年7月27日に放送されたテレビ番組タモリクラブでは、 当時発売されていた冷凍シュウマイ7種において、グリーンピースが乗っているかどうかを調査したところ、すべての冷凍シュウマイで、グリーンピースが乗っていないという結果になった。もっとも、清軒のように具に混ぜてしまうもののグリーンピースを入れる店舗も健在であり、全く姿を消したわけではない。本場に同じく蒸して仕上げるほか、油で揚げて揚げシュウマイにして食べることがあり、 また、餃子と同様に焼いて食べる場合もある。おでんの種、鍋料理の具など、煮物に使用することもある。中国のものと比べると、かなり香味が淡白であり、醤油や、ポン酢またからしといった、調味料をつけて食べられることが多い。餃子と比較すると、一般家庭で作られることは少なく、チルド製品や冷凍製品、または、 調理済みのものを店で購入するケースが多い。総務省統計局の2015年から2017年、家計調査年報では、家計におけるシューマイへの支出金額は、都道府県庁所在市及び政令指定都市の中で、神奈川県横浜市が主位である。佐賀県唐津市の呼ぶ子町では、特産品のイカを使った、イカシューマイが人気となっており、全国区に広がっている。 栃木県足利市には、肉の入っていない、足利シュウマイがご当地グルメとして存在する。道県鹿沼市では、紀王県の初代社長の出身地であることにちなんで、シュウマイの町を目指す動きがある。京都では、第一郎から始まった、京中華、大鳥舞系という地元で有名なシュウマイがある。京都では、清京亭系と並んで、京都中華の二大系譜であり、 大鳥舞系は、京都大鳥シューマイとして、東京の都越銀座に店を構えて、人気を博している。ありがとうございます。